学校や仕事を頑張った皆さんや休日出勤を終えて疲れて帰ってきた皆さんに、ふわふわした私たち2人のトークをゆったり聞いていただこうというふわふわサタデープログラムでーす。はーい。はーい。なんと今日はクリスマスイブイブ。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 ということで、ちょっとクリスマスっぽい感じにしてみたんですけど、最後スワはなんか違くない？なんか違くない？童話に出てきそうだけど、てるてる坊主感がすごいよ。てるてる坊主だよ。てるてる坊主に寄っちゃったじゃん。はい、ということで、一応ちょっと気持ちばかり、クリスマス風な感じで、うん、はい、はい、やらせていただいておりますよ。ね、まあもうクリスマスということで、年末なわけなんですけど、うん、年末といえば毎年話してるものわかります？何ですか？あれですよ、アニラジアワードですよ。そんなこともありましたね。もう去年とかもそんな話した気がしますけど、もうあれから1年経ちまして、はい、もう投票開始となっておりますので、1月の頭ぐらいまで確か受け付けてますので、まあよかったら投票してください。そうですね、今年は何かに入るといいな、ね、何かに入るといいな。え、なんか私は何でもいいんですけど、うん、そのツイッターで投稿したら、そのリプライで、うん、なんかあの、ミケちゃんたちが取りたい賞を公言した方が、うん、票が集まるので、確率が上がると思いますって言われて。なるほど、なるほど。そんなガチじゃねえと思ったんですけど。まあ、爆笑か癒しかだね。まあ、爆笑はないよ。爆笑はないな。でもなんか癒しに投票しましたっていうコメント、まあその二択だったら癒しでしょう、ね、そうだね。どちらかといえば癒し、その二択だったらまあそうかな、うん、まあおのおのね、思うものに投票していただければと思いますが、はい、本当に応援したかったらぜひ癒し部分はい、なんか言ってますもんね、私たちゆったり聞いていただこうっていうふわふわでプログラムなんで、一物言わされたい皆さん、そうですよ、ちょっと皆さんぜひこの番組の存続のための投票お願いいたします。はい、お願いします、はい、お願いします。それではそろそろ始めていきましょう。伊沢美香子、諏訪七香のふわさた、今日も